はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、サントリーのチューハイです。コク絞りというね、まあ、本絞りの完全なるパクリという、のが出たなぁと、さすがやっぱり来たか、サントリーと。やっぱりこのパクリはサントリーかと。レモン&ライムのチューハイとなってますね。アルコール度数 6%。レモン、新石臭使用。一度逆さにしてからお飲みください。ものすごいパクリ。本搾りのものすごいパクリ商品。ね。果汁が 11%。ここら辺もパクリですね。まあ、果汁のが多いというのもパクリ。果実新石臭仕立て。レモンを皮ごと漬け込んだお酒に、レモンとライム果汁を合わせ、果実本来の酸味と苦味を引き出しました。一手間のこだわりによる、風味豊かなコクをお楽しみください。果実成分が沈んでいることがありますので、缶を振らずに一度逆さにしてからお飲みください。原材料名がレモンとライムと、スピリッツとレモン新石臭と、糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。これ、レモン新石臭はいいんだけど、ライムの新石臭は使ってないのな。まあ、なんでかは知りませんけど。それでは、飲んでいきたいと思いまーす、うん。色が濃い。濃いというか、うん、濁って。それでは、乾杯。まあ、パクリなんだけど、別にそこまで悪くはない。うん。うん。レモンとライムの味が結構しますけども。うん。うん、まあ。うん。本搾りと、本搾りのライム味。とかと、大差ない気がするけど。まあ、あっちは、ね、果汁と、ウォッカのみなんで、本搾りの方はね。コク搾り。ググってみましょう。サントリー。質とコクにこだわりました。チューハイにもっと質を、もっとコクを。私たちが質コクこだわったコク絞り、ついに出来上がりました。追求したのは質とコク。果実の風味を生かし、たっぷりの果汁。そして手間を惜しまず、果実や果皮を丁寧に漬け込んだ、果実新石臭。この二つの出会いが絞るだけでは味わえなかった深いコクを実現しました。味にこだわる大人が心から満足できるチューハイ、コク絞りがついに登場です。恐ろしいパクリだな。こちらですね、レモン&ライムと、グレープフルーツ味もありますね。あとオレンジ味もあります。となってます。果汁がレモン&ライムが 11%、グレープフルーツが 28%、そしてオレンジ味が 37% となっています。これ飲み比べるべきなのか。本搾りと飲み比べる必要がありそうですね。パクリだな。じゃあ、コク絞りと本搾り。
まあ、本搾りかなり人気ですからね。多分、チューハイの中ではかなりの人気商品。あれ、果汁までパクってない？これ。本搾りのライム味も果汁 11% なんだけど。もう大丈夫かよ、これ。パクりすぎないか。パクりすぎやないの、これ。で、グレープフルーツが果汁 28%。これもパクってるっぽいな。恐ろしくパクってるっぽいな。レモンが果汁 12%。オレンジが果汁 45% だから。あ、こっちは違うのか。こっちは本搾りの方が果汁が強いですね。うん。こっちはレモンとライム合体してますけど、本搾りの場合、レモン単品、ライム単品っていうのがあるんで。これはあれだな。で、あと糖類が無添加。こっちは糖類入ってます。まあですが、甘味料は入ってないのはまあ、許せる。うん。うん。で、こっちは、レモン&ライムが 6% のアルコール度数。なのに対し、本搾りは、オレンジがアルコール度数 5%。それ以外のは、全部 6% となってます。ちょっと違うんだね。うん。まあ何にせよちょっとパクリは、ね、よろしくない。キリンのね、本搾りの方は、そもそもライムというのが今までなくって、で、期間限定の4月28日から発売となってます。ライムがね。ニューフレーバー。まあ、こっちはね、新石種となってますけど、キリンの方の本搾りは、ウォッカを使ってると。あと、香料とかも使ってないですよね。こっちは香料とか酸味料、糖類も使ってる。キリンの本搾りの方は全く使っていない。ライムとウォッカだけ。潔い。なんかこれだけ見ると、劣化みたいな感じになってますけど。本搾りと、本搾りの劣化ですかね。キリンの本搾りとサントリーの黒搾りを飲み比べしてみましたっていう人が結構ありますね。動画も上がってます。うん。非常にパクリ。味。黒搾りは甘い。本搾りの方は甘みが控えめと。うん。やはり本搾りの方のすっきりさっぱり感っていうのがあると。いうことみたいですね。
四つ目の方で動画があります。キリンの本絞りとクローン違うのを見比べしてみたいと思います。今日はこちらココ絞りのレモン&ライムチューハイと本絞りのレモンを飲み比べてみたいと思います。まずココ絞り、一度逆さにしてからお飲みくださいね。実はキリンさんも本絞り逆さ感って書いてあるんで、こちらも逆さにします。もうパクリだよな、どう見てもさすがサントリーやることが汚いと。こんなもんでいいでしょう。まあ味としては大してこれとしては別にまずくはないんだけど、ココ絞りです。なんかやってしまった感はある。本絞りレモンの。あ、色が結構違うな。ちょっとこっちの。本絞りの方が色が濃いです。じゃあちょっと白っぽい感じ。じゃあ黒絞りレモン&ライムのチューハイいただきます。こっち先に飲んだせいかわからないですけど、こっちの方が酸っぱい感じがします。うん、まあね、まあ俺も今度ちょっと飲み比べしてみっか。うん、多分糖類を使っていることから考えて、おそらく黒絞りの方が甘いんですよ。多分ね。あっちはあの果汁と、ね、ウォッカだけなんで。まあでも、このレモン&ライムは別にまずくはないし、普通のチューハイとまあ、大して変わんないって感想ではあるね。うん、コク、普通、甘み、まああんまり、まあないけど、普通、香り、まあ、ちょっとあれかなっていう。うん、まあ、普通じゃない？うん。まあ普通のチューハイに比べると甘さが、これでもやっぱり、ね、甘味料使われてないからそこまで甘くないんで。まあいいとしてですね、まあ別にまあ、普通ぐらいの味か、うん。続いてる感じでしょうか。3343です。まあこれは、本当だったらね、パクリ商品じゃなければ四つ星つけてましたけど。まあ、こんなもんでしょう。パクリ商品ですからね。ということでご視聴ありがとうございました。